レスター、森田狙ってる噂ありますけど、正直、レスターどころじゃないとこ行ってほしいけどね、一気に。もう、森田の褒められた試合、ブルーノフェルなんですね、本当にレベル異常なんで、両足で散らせるし、守備の時にも後ろ振り返りながら、全体バランス見つつプレスかけられるし、ライン間にも入っていくんですよ。 そうだからねあの森田のパフォーマンスはすごいんででアモリムじゃん監督がこれ思うのがリバプールがシャビア・ノンスト狙っててそこ来るの規定路線みたいな扱いからいや映えるんだよみたいなでシャビア・ノンストの今の生活ご家族とかドイツに根付いてるんならそれは映えるんってあるじゃんでイエルンの方が内側のさ組織が再編とかされてないでしょで,でリバプールはごめんねもう決まってたスポーツディレクターまだ決まってないでしょ それが決まってたらもう交渉できるけどスポーーツディレクターが決決まららななないいうちに監督って決めらんないですよなんとなくこの上がそれっぽい実験ある人が話は聞いてると思うけど喋ゃべらん人とかその代理人に実際はちゃんとこのスポーツディレクター置いてないチームのオーナーだけどちゃんと実験あるスポーツディレクターがいてその人が言っちゃえば部長課長みたいな専務部長なのかもう現場みたい現場を仕切るのはこの人 っていう、でその現場に、じゃあどういう人を入れてってみたいな、全体の戦略考えるのが、スポーツディレクターだから、それで言うと、現場を誰仕切らせるっていう、その決定権ある人がいない状態で、シャビアノウンスの話は具体的に進まないはずなんですよね。ってなると、じゃあ、バイエルンってなって、もう早めにサインされちゃったらとか、そういうことあるから、で、これが、じゃあ、シャビアノウンスバイエルン行きましたと。っていう風になると、リバプル、僕、次狙うのはのアモリムじゃないかなと思ってるんですよ。 ってなると、アモリムは、森田絶賛してるし、日本人率いるの最高って言ってるから、エンドを置いて、そこに森田呼ぶって全然あるから、ビッグクラブってあるんじゃないかなと思うんですよね。そう。で、アモリムの場合は、もしもじゃあ、シャビアロンソンになりました、森田取りません。アモリムが、えバルサ行くとか、そういうね、アモリムのキャリアによって、そこがビッグクラブになったら森田呼ばれるは、僕全然あると思うんですよね。そのぐらい、あの、なんていうの アモリムが行くから、そこにいた日本人だから行くってより、普通に森田にそのレベルがあって、そんなに接近高くない、アモリムが、え、そこ行く、戦術浸透させるために、中盤の核になる選手呼んでくるっていう、あの、サリーで言うジョルジーニョ。うん。森田もサイドから戻ってきたボール、ワンタッチでジョルジーニョみたいな縦パス入れてたから。やっぱ戦術浸透させるの僕もね、レイン呼んだりとかしたことありますけど、別のチームで。 そういうのって楽だからっていうかそれあるだけで全然サッカーも変わるじゃん。で前言った監督が選手に言うよりも選手が選手に言う方がちゃんと原則があったりとかルールがある場合響くんですよ。それはなんかこのちゃんと仲良かったりとか信頼関係あるチームだとね。 何もないと、何言ってきてるのこいつってなんだけど、このルール設定をちゃんと監督がしてると。で、それを守ってない選手に監督指摘すると、なんか先生が怒るみたいになるんだけど、それをちゃんとある上でキャプテンが選手に言う、選手が選手に言うってなると、そうだよな、その戦い方で行こうってなるから。そういう点でもね、やっぱり自分の,あのやり方を分かってるとか、背中預けられる人がね、ピッチ内にいるっていうのが重要で、それがジョージ・ジーニョンにとってのサンリー、サンリーにとってのジョージ・ジーニョンだったし、あの、アモリムとってのモリタンになるなって思いますね。 仮にリバプル行ったとしても森田誰の代わりで次の監督次第が分かんないね4123使うのか343使うのかでも話変わってくるしであと何大事にするかクロップの場合やっぱりさ可視化できる身体能力っていうのは大事にしたいじゃないですかそこは当然重要なんだけどねアモリム契約解除金高いんだアモリムになったらイナシを連れてくる可能性もありそううんアモリムの場合だったらでもまあいずれにしろインサイドハーフでしょうね上がり目になる中盤みたいな ダブルボランチの一角なんだけど、攻撃の時には一列上がれるみたいな役割が多くなるんじゃないですかね。それでも、そ世すらなかりしたエンドと争わないといけない。で、そこにね、サッカー慣れてきて、もしかしたらフラーヘンベルクとか良くなるかもしれないし、カーティスとかイリオットとか、あの辺がもっと良くなるっていうのは全然ありますからね。だからそれは、ビッグクラブ行って楽なとこなんて全然ないのよ。このチームだと控えですけどみたいな、豪華な控えですねって言われてる人さ、他のチーム行っても大体控えじゃん。中堅クラブとかさ、ビッグクラブで控える人は他のところ行っても控えだから、 中堅クラブとかになって出れるみたいなのあるかもしれないけど、それでも控えになったりするんじゃん。結局ね、どのチームでもその場所でね、しっかり戦えないと、他行ったら大体控えになるんだよね。ボランチとしてるよ、さエ遠藤と森田はどちら評価されますかそれなんか、うどんとラーメンどっちが美味しいですかって聞かれてる感じっすね。ボランチっていう同じ麺として見たら、それはどっちかって話なんだけど、どっちもね、今日うどん食いたし、今日ラーメン食いたしたどっちにも良さあるぐらいの感じっすね。あ、そうそうあそう,そう、そうあ、手がくすげい、そうそう、日本の限度あだと思いました。わけわかってて、ミスなくて、 前にも後ろともと J リーグの時森田空中戦のね競り合いとフィジカルのとこレベチでしたからねそうだからその2人がね異常な活躍するさ中盤の2人遠藤と森田いてもうね富安てボいて久保いてってもうその日本代表がっていうね それがね、だから、ドアも、バエルンと日本代表を重ねるんでしょうね。そのカテゴリーにおいて、ブンデスってカテゴリーにおいて、抜けてるバエルン、アジアっていうカテゴリーにおいて、この力で抜けてる日本代表っていう。それをさらっと言っちゃったってそしたら、もうゴリゴリに <laughs>、森安さん刺しに行った形になったっていう。なんで遅れたかというと、森田さんのせいですね。森田秀正のせいで、はい。ベンフィカスポールティングをね、ブルーノ・フェルナンデスがむっちゃ褒めてたっていうんで、見てみたら、こりゃ褒めるわっていうよね。 ちょっとすごいプレーしてたんで皆さん僕が言うのもなんですけどね見てくださいよかったら森田見てたら遅れましたねはいやべえ風呂入んなきゃっつって森田のなんかサイドから戻ってくるパスとか、ね、ダイレクトでくさびさすのめちゃくちゃ上まかったっすよジョージ・ジーニョみたいでしたねなんかもう森田に貸してジョージ・ジーニョみたいとかも失礼なレベルになってきそうだないやそれより上だみたいな褒め方間違っちゃってる感じもするぐらいだったアモリムのサッカーってやっぱめっちゃ難しいっていうかあれ原則論じゃないですよねシチュエーション論なんですよね この時こうしよう、この時こうしよう。で、あれ、普通の選手できない。例えば、シャドウがライン間で受けるときに、ウィングバックが裏狙うことによって、相手のディフェンス前に出てこれなくなるみたいな。普通の選手できなくて、やっぱアモリムと、ポルトの選手たちができんのよ。 で、あれがやっぱり選手のレベルによってもうやれる戦術の違いと、あとはもう練習量。週2回の練習とかさ、あと高校生のサッカーとかじゃあれできないよね。めちゃくちゃ技術が高くて、フィジカル的な能力高くて、頭いい選手しかできないから、やっぱレベル高いところでやってる監督たちの戦術の落とし込みっていうのは、そのレベルの高さがその選手と合ってるっていうか、そのままやろうとしても絶対日本代表じゃできないですね、特に。あれ、で、重要だったのがユースからちゃんと落とし込んでるみたいな、一貫してみたいな。日本の場合もういろんな指導者がいろ いろんな指導してるから、それでいろんな国に散ってって集まって数日であの戦術論だと厳しいですよ。だからやっぱ原則の必要な,そんなこととそ。その中で森田さんが今の時代、ズームとかあるし、携帯とかいろんなので情報共有しといてこういうことやるよっていうのをやるべきだと思いますっていうのマジです、思うし、まあ常に言ってることだけど、ヤモリムめちゃくちゃ優秀,優秀っすよ。一貫性なななんてないよだし基本的な戦術を 日本の全体の指導者が教えてるんだら、僕はシュアーボーでこんな苦労しないですからね。シュアーボーで別に特殊なことを教えてるわけじゃないから。でも日本だと同サイド圧縮は特殊になりますから、ね。で、森田さんが言ってた、あの、ここで、このスペース生まれて、ここでボール受けれるみたいな話のところ、あれ、同サイド圧縮できてたら、そこでボール受けれないから、あの、逆サイドに触れる選手が重要になる。その逆サイドにじゃあ振られた時どうするかというと、全体走るしかないから、走力が必要になるんですよ。 どの戦術でもやっぱり突き詰めれば突き詰めるほど走ってないとできないっていうのが根本に出てくるからってなるとやっぱオシムさんのとにかく走らせたって練習は意味かなってるんですよね。でさ、森田さんと組むときウガルテはアンカーキャラじゃん言ったら。これダブルボランチアンカーって言うと、いやあれはダブルボランチだけどレオザ何言ってるのみたいな勢が出てくるから。実際アンカーキャラって言い方するね。残る方、ボランチの方で。 これを、ウガルテすげえレベル高くやれてるから、パリ行っても、そこのところで、それこそね、ああいう、組織がぐちゃぐちゃになりやすそうなチームで、で、ルーセンリケ来て、おそらく、バルサの時の感じでも、アンカーシステム使うだろうから、スペイン代表の感じでも。あの、うがるて取ったのめっちゃでかいし、アモリムの戦術ってさ、もう原則で、これやってけば、結果こうなりますみたいな。相手のシステム何でも関係ないようじゃないじゃん。相手のシステムこう来るからこう、みたいな。だから、それを、 そういう長い時間かけてユースからの一貫教育もあって、レベル高い選手たちで CL 兼入るようなチームに来る選手たちはできるけど、そうじゃない場合、別にうちの選手はレベル低いわけじゃないけど、それでも、社会人サッカーで週2しか練習できないところに、シチュエーションごとのあれなんて落とし込めないから、やっぱり練習量が少なかったりとか、脳に負荷をかけきれない場合は、原則が重要になるんですよ。で、あとやっぱ、そこの原則っていうのを、原則論っていうのをもっと日本に浸透させるべきだし、 他の国と差をつけるならよりそうね。他を真似するんじゃなくて、他に差をつけたりとか、他に追いつかなきゃいけないから。で、海外行った場合、日本人ってそういう組織の中でさ、コミットする能力高いじゃん。でも、何にコミット、えー、するかっていうのが分かってないと活躍できないから。森田さんもやっぱ、分かってないとバレるからちゃんと聞くって言ってるじゃん。あれ、ほんとそうだからね。 俺も最近分かってない選手にお前分かってないだって言うことにしてるから <laughs>。ま冗談っぽくだけど、ちゃんとバレてるっていうことを教えといた方が勉強するなと。って言うと、やっぱり言葉大事ですよね。いい監督ならいい監督なほど。戦術仕込める監督の方が日本人は活躍できるじゃん。でもその戦術って何すかっていう。何のこと言ってるか分かんないっていうところだと、そこまでで、ああじゃあこいついると、今週の2試合あるけど、水曜と日曜で違う戦術を仕込むわけじゃん。CL 行くようなクラブとかって試合すごいから。ってなると、こいついると1個の戦術しかできねえからっていう。 でも、ウガルテと森田だったら、水曜にやった戦術と全然違うの、日曜に言ってもこの3日でいけるみたいな。ここが大事なんですよね。やっぱり、その、修正力高い選手っていうのは、それもね、一個の才能なんだけど、 でも才能にね、努力かけて実力にするから、修正力高い選手っていうのは、試合中にね、相手の状況に合わせて変えれるからね、そういう選手ってやっぱ、スタメンからずらしにくいっていうのは、戦術をしっかりやりたい監督には重要ですからね。そうじゃない監督はね、フィジカルで勝ってくれる選手が好きだったりするんだけど、だそれとかピボットで聞いてて、森田さんがちゃんとそこの言語を理解して、アモリムがこういうのやりたいっていう時にしっかりそれを、あれはしたって言える人になってるから、森田は動かせないなってなったと思うんですよね。 スポルティングシーズンの途中にブラガーから約金払ってまでアモリも引っ張ってきてるので優秀なスポーツ役た責任者いるんでしょう、ね、あそうなんだいい情報教えてくれてありがとうございます私レオザフットボールが監督を務めるシュアボ東京では毎週水曜金曜19時間の練習でセレクションを開催しております場所は都内近郊シュアボ東京で25万人以上に見られながら報酬をもらって本気でサッカーしませんか 多くの関係者が見るチャンネルですし、シュアボから JD が輩出を目指す僕らとしては、ステップアップも大関係です。概要欄の URL らのご応募お待ちしております。